ウクライナ4州の併合や部分動員令によりロシア社会の混乱が深刻化する中でこれまでに少なくとも8カ国の大使館が自国民に退避を呼びかけていますモスクワにあるアメリカ大使館は27日ロシアにいるアメリカ人に対し直ちに出国するよう呼びかけました アメリカ大使館はプーチン大統領が発令した部分的動員についてロシアがアメリカとの二重国籍者に対して出国を阻止して徴兵する可能性があると警告していますまたブルガリア、リトアニア、ルーマニア、ラトビア、ポーランド、エストニア、イタリアの7カ国がロシアにいる自国民に退避を呼びかけています また日本大使館はロシアにいる日本人に対して航空券の購入が困難になっているとして帰国の予定がある場合は早めにチケットを購入するよう呼びかけるにとどめていますこの動員令により多くのロシア人男性が国を離れようと隣国に向けて殺到し国境沿いの検問所では大規模な渋滞が起きるなどロシア出国が難しくなっています